週刊受験生の皆さん、こんにちは。欧週刊の塾長の飯塚です。欧週刊受験生から寄せられた120の質問、今日87番目になるんですが、今からでも欧週刊受験に間に合いますかっていうね、これはですね、お問い合わせのお電話とかをいただいた時に、後半戦2学期入塾の子とかは必ず聞かれる言葉になるんですね。今からやっても間に合いますかとかいう話なんですね。で、結論から言うとですね、思い立ったが吉日っていうことですね。どの時期からでも逆転合格できるカリキュラムの設計っていうのは可能になってます。ノアでもですね、もうびっくりするかもしれないんですけれども、元日とか年明けから始めて合格した子っていうのもいるぐらいなんですね。で、2学期入塾の子でも、一定数合格はしてます。もちろんかと思うと2年やったけど受からなかったっていう子もいるのも事実なんですね。つまり期間ではないんですよ。何年やったからいいっていうものではないんですね。ただ理想は2年欲しいです。欧州間受験、今の受験制度から考えるとできれば丸々2年欲しいっていうのは本音ではあります。私立だったら3年必要じゃないですか。一応3年かけてやるのが普通ですよね。中学受験では公立中高一貫であれば、欧州間であれば2年あるのが理想だけれども、2年あればいいっていうことではなくて、半年とかになってしまった場合、あるいはもう3ヶ月しかありませんとか。でもノアの場合はそのオーダーメイドカリキュラムを作っていきますので、速習を一つスローガンとしてやってるし、過去問からの逆算思考の勉強っていうのをやってます。ですので時間イコール合格の可能性とは言い切れません。もちろん時間がある方が有利です。当然逆転合格誰でもできるわけじゃないけれども、不可能ではない。つまり思い立ったが吉日、やろうと思った時が今が一番早いんですから、思った時がね、やってみようというふうに思ったらですね、残り時間なんか気にせず相談をしてきてください。欧州間絶対合格に向けて頑張りましょう。